実況チャンネルをご覧の皆様、はじめまして、ゆうきです。僕は福岡を中心に活動しております。Qさんとは東京の方で運命的な出会いがあり、今もこうして繋がらせていただいております。Qさんと離れた距離でもこうやって歌わせていただけるこの環境に本当に、感謝しております。今こうやって楽しく歌を歌えているのも、Qさんの影響がとても大きいです。今回、清水翔太さんの花束の代わりにメロディーを自分らしく、心込めて歌わせていただいたので、最後まで聴いていただけると嬉しいです。どうも、ブリッジの Q でーす。いつもミュージックチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。はい、今回ですね、僕のそのチャンネル内でいろいろコラボをやってますけど、今回ですね、福岡から上京してきました。今ね、もう東京にいないんですけど福岡に帰っちゃったんですけど、この前ね、ビーンチャンネルね、一緒にビーンくんとやったじゃないですか。僕ね、あのリムとかで、そのビーンくんの相棒の今回はゆうきくんをご紹介したいと思います。まあ、ゆうきくんとの出会いはですね、まあ、ほんまひょんなとこからあのライブ会場来てもらっててですね、まあ、その時にバックダンサーで踊ってくれてた、自称女優の、バックダンサーがね踊ってて、僕が買い物をしていった時になんとそのゆうきくんと、ビンくんがね早くその会場に来ててですね、その会場でその女優と喋ってて、だから女優がですね、キュウくん、なんか合わせたのかみたいな感じだって、そこにおんでみたいな感じで、だらでそこでですね、まあ僕がちょっとフラッと帰ってきた時にですね、まあ早く来たタイミングが良かったのか、そのユウキくんとビーンくんをバッチリね会うことができてですね、で僕は何を思ったのか、今日はなんで来てくれたんって言ったら、なんかいやもうめっちゃブリッジのファンで、福岡から出てきて上京してきたばっかりでって言って、で、あ、すごいねっつって、なんか歌でもやってんのって言ったら、あ、そうなんすよ、好きなんすよ、やってますって言うから、じゃあ歌って言うて歌ったら BeWith をね歌ってくれてね、その場でね、で、あ、これいいやんっつって、歌もっと上手くなりたいんちゃーんって言ったら、あ、もうそうなんですよって、あ、まあじゃあぜひレッスンやってたりするから、もしよかったらおいでみたいな感じで、まあそんなねつながりがあって、まあ2年3年あってですね、まあそうですね、福岡からちょっと上京してきてですね、今は福岡に帰っちゃったんですけど、まあせっかくこういうね、あの機会なので、まあリモートでコラボレーションをやりましょうということで、ね、ずっとずっと僕のことを僕らのことを応援してきてくれてたので、そうですね、ちょっと恩返しの一つとして歌を一緒に歌わさせていただきたいなと思いました。はい、ゆうきくんの声はすごくね、まあ、ほんま、見た目もね、魔法使いみたいな感じで、なんかすごい魅力的というかね、ミステリアスな感じなんですよね。まあ声もね、すごくちょっと今回は張ったりしてないですけど、まあ、テクニックもすごいあったりとかして、まあね、ビブラートとかもすごい綺麗やったりとかね、もう本人はもう B を追求してるみたいなんで、まあ今回はですけど、すごい美しい声を聞いていただければと思います。まあそして曲はですね、まあ、清水翔太くんの366じゃなくて、何やったっけ、あ、花束を、また花束の代わりにメロディーをですね、はい、それを一緒に歌っております。よかったら見てください。最後までじっくりと見てくださいね。ということで、じゃあ曲紹介僕がやりますねじゃあ聴いてください。清水翔太で花束の代わりにメロディーを、どうぞ。Every day, every night 君を想ってばかりでどうにかなりそうなんだ Oh no, 少しのためらいに立ち止まって愛の痛みを知った今時を止めるのさ僕にしかできないことがある花束の代わりにメロディー
抱きしめる代わりにこの声をいつも遠くから君を見ていた。だから今日は僕を見つめて僕にもあるとするなら Baby 君を君だけは守りたい。この手を握ってくれる君、君を愛するため僕を見つめて。よろしくねー。